ございます。お祝いでたくさんお花をいただいて、今お家がめっちゃ華やか。かわいいよね。ピンクに紫に白。あとね、もう2つあったんだけど、それはね結構前にもらってかなりね咲いたので枯れてしまいました。なんかお花ってさ、自分の悪い運気とかさ、そういうの吸ってくれる、吸ってくれれば吸ってくれるほど枯れるのが早いって聞いた。めっちゃ持ってる。かわいい。おはようございます。せいかです。今日は休日 Vlog を久々に撮っていこうと思います。撮れたら2日間ぐらい撮ってまとめてアップしようかなと思ってるんですけど、まず1日目はうららとお出かけします。待って、やばい、そうだ、花粉の薬飲むの忘れてた。これ飲んでる、アレルビーってやつで、これね、私いつも寝る前に2錠飲むんだけど、昨日飲むの忘れたから飲む。これやっぱ飲まないとマジきついんだよね、うん。日焼け止めはこのカネボを使います。今日はもう本当にオフなのでファンデーションは塗りません。日焼け止めがすごい嫌いとか、モテっていうのが嫌いな人はこのカネボめっちゃいい。日焼け止め美容液みたいな感じだから重くないでね。コンシーラーじゃないんだけど、このアンドビー使います。これをクマ部分に。ちょっと唇乾燥してるのでジルのプランパーリップ仕込ませます。これね、最近ね、このジバンシーの粉が大好きで、こんな感じで色がねカラフルなのか、ね、このお粉をはたくことでなんかね顔にすごい透明感出るんだよね。見た目の印象が優しい感じの肌が作れるから、最近はこれを使ってます。眉毛はルナサルです。やばい。で、アイシャドウね、すっごい今いろんな可愛いのあって、パーフェクトダイアリーのアイシャドウも可愛くて、まあ、見た目がさ、もう優勝じゃん。こんな感じの、絶対に使えるブラウン系のシャドウとか、シューエムラの、これは結構ピンク系とかブラウンとかオレンジ、遊び心と使いやすさのアイシャドウが入ってて、シェルボークの新しいアイシャドウも、可愛くて、これはね比較的ちょっと甘めなアイシャドウになってます。このアイシャドウを二重幅とアイホールに塗っていきます。これめっちゃいいよ。9色入っててさ、パッケージ薄いからさ、旅行の時とかいいね、かさばんなくて。このラメ使います。これをちょっとアイホールの辺に。目の下はこの少しちょっとブラウンなカラー使います。あと皆さん、結婚おめでとうのコメント本当にたくさんありがとうございました。こういう直接言えるタイミングなかったっていうか、ゆうじさんと車動画コラボした時も言うタイミングなくて、本当にありがとうございました。めっちゃ嬉しかった。なんかさ、こんなに祝ってもらえるって思ってなくって、正直だからすっごい嬉しい。付き合って長かったから、籍入れてもあんまりこう日常生活と変わらなすぎて、実家ありますかとか言われるんだけど、あんまり実家なくって、みんなからのお祝いのコメントとか、こうやってお花もらったりすると、あ、なんかやっぱ私って結婚したんだってそれで実感する。コメントとかでやっぱ一番多いのは、どういう人と結婚したんですかとかいろいろ言われるんだけど、さらっと言うと、もともと友達でした。友達から恋愛に発展するとか絶対ないなと思ってたんだけど、意外とそういう人と結婚するんだなって思っちゃったよね。だから多分今後2人で質問コーナーとかやることはないと思うけど、前に出したなんかスキピーとデートみたいな、そんなやんわりとした Vlog はあげるかな。下地マスカラはやっぱり2周3周回ってこのキャンメイクがすごいいいので、これを使います。めっちゃ塗りやすいし、あとね、やっぱこれキープ力えぐい。超いい。あとね、私が最近めっちゃハマってるマスカラがあって、セザンヌのマスカラめっちゃいいの。色が可愛いの。黒なのね、一応色味は。だけど、真っ黒いマスカラじゃなくて、少し抜け感がある黒なのよ。こんな感じでまつげできました。綺麗じゃない？こんな感じ。ハイライトはマックにします。花粉の時にスティックタイプ使うとすごい、なんていうの、花粉がさ顔につきそうで嫌だから、
粉のハイライトにする。ゆうまくんからもらったお誕生日プレゼントのメガネかけます。これマジでかけやすくて超助かってる、ありがとう。こんな感じで水色のニットに着替えました。リップがね可愛いから、リップだけやっぱリップも紹介します。シュウエムラのリップです。これねなんかマットっぽいリップで、色がね絶妙でめっちゃ可愛いの。こんな感じ、ちょっとさヌーディーっぽさもありつつだけど血色を持たせてくれるリップだから超可愛くない？よし、これでちょっと行ってきます。間に合わない。表参道の交差点、このスタバがある骨董通り入ってこのザ・ビーに行きます。でここのサラダねマジで美味しいから、うららは安定に遅刻なので私先に入ります。このね、ソイチーズがめっちゃ美味しいの。あとね、基本的にね、ケールがベースなんだよ。ケールもね、全然苦くなくて超美味しい。私が好きなのはこの発酵ボールがマジでおすすめ。もうマジでこれリアルにほぼほぼ毎日食べてる。うららで合流しました。ありがとうございます。ビーガン系のやつで、もう私が愛してやまないこの発酵ボールでございます。あとカブスープ、マジで美味しい。とドレッシングは MCT の塩昆布になります。いただきます。いただきます。嬉しい嬉しいサラダ。これはあのキムチとか角的と納豆とトマトとソイチーズが入ってます。あと美味しそう。ケールがベース。私がさこういうおしゃれなサラダ美味しいって珍しくない？てかケール食べれるんだって思った。ここのケールは食べれる。でもさ美味しいとこのケールって美味しいよね。だから初めてケールってこんなに美味しいんだと思った。よく食べようと思ったの。まずいただきます。マジで美味しいから。うんめっちゃ美味しくない？待って、今チーズケーキ美味しすぎてびっくりしたんだけど。私チーズケーキ初めて食べた。私が今勝手に全部食べようとしてる。ねえ、ほんとだよ、食べ過ぎ。見て、もう半分以上食われたんだけど。なん、食べないのかと思った。食べるよ、食べないなんて言ってません。うまっ。あ、ネイル変えた。また薄ピンクにした。天然石だからあれなんだって、一つ一つ形とか違うらしい。かわいい。なんかさこのリングの部分がさ華奢でよくない？こっちのキラキラしてる方がかわいい。ほんとだ、うん、え、それ石は？超かわいいじゃん。かわいい。なんか一緒に結婚指輪探しに来たみたい。ちっちゃいから手がさ大きくて、私がちっちゃいからさ余計に。確かに、てか色の違いよね。かわいい。かわいいしか。これブルーじゃない？これターコイズ。あ、ターコイズ。このグリーン、かわいくない？全部さ、やっぱ一緒じゃないところがよくない？うん、全部違う。ね、もう全然違う。ね、このさ、なんていうの、ローズピンクもかわいくない？かわいい。ちょっと、なんていうの？シックな感じが。かわいい。すぐやるじゃん。はい、一番下のこのチャームはワンちゃん猫ちゃん。めっちゃかわいい。それはやばい。しかも、軽い。え、嘘？マジ？確かにめっちゃ軽い。見た目より絶対軽いね。で、これでさ、マメコ、クマコって入ってるんですよ。そうだよ。だって、シャレてる名前じゃなくて申し訳ない。うちのミミ、いいもんね。え、かわいいね。
ねえ、パールも見たい。めっちゃ可愛くない？素で喋っちゃったよ。え、いい、素でいいんです。可愛い。それ超可愛い。これめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。それ可愛い。これ可愛いでしょ。うん。可愛い。見える？え、めっちゃ可愛いよ。可愛い。あのね、もうね、うん、この同じ30秒くらい撮ってる。いや、嘘、1分。嘘。今、チェック。可愛い。かわいいって言っただけで1分あるから。ずっと手見ちゃうの。月にちっちゃい星がついてんだって。うわー、ね、光がね、すごい綺麗に入るからいいよ、ね、ちょっとブライダル痛い。かわいいね、すごいかわいいよね。今まで1点1点刺繍を施して、一個一個刺繍なんですか。そうなんです。すごい。これは来たらすっすごい綺麗だよ。映えるよ、ね、いやー、結婚式したくなる、ね、来たい。私も来たいもん、それ。来たいよ、ね、私も来たい、それは。こういうの見るとさ、うん、結婚式したいって思うよね、うん、ここはブライダルのリングの音って、重ね付けするのが流行ってるって言ってた ね。なんか毎年記念日に重ねていくんだって、うんうん、じゃあこれ来年買ってもらおうかな。来年買ってもらおう。よくない？うん。しかもさ、ゴールドって全然ないのよ。あ、そうなの。なんかね、基本ほんとシルバーが多くて。確かに、でもセイカゴールドのイメージだもん。そうそうそう。ねえ、見て、超可愛いんだけど。うん、可愛いね。しかもさ、輝きやばくない？やば、超キラキラしてるよね、うん、ダンナッチ、可愛い。可愛い、可愛い、可愛い、いいよね。うん、うちらの恒例の鏡撮り。鏡撮り。ここでドレス試着できるっていいね。今日のコーディネート。C C C アレキサンダーの作品。これ他の人がいないからできるよね。確かに。私はザラ、ザラ、アンテプリマ。ちょっと忘れた。ちょっと忘れた。スナイデル。イエイイエイ。可愛かったー。ちょっとお家に帰って改めて開封動画撮ろうかな。で、うららはお家帰って動画ね、動画、日があるうちに動画を。確かに。なんかもう撮れたらいつでもいいのよ、うん、編集は。確かに確かに。今日に関しては今日が締め切りなんだけど。やばいじゃん。だから、今日締め切りなの。そうだよ。間に合うそれ。でも今日中。今日中ね、はい。というわけで、うららちゃんとはここでバイバイです。はい、てか私マジでワクチンちょっと接種証明書取りに行かないと。やばい。マジでやばい。やること多いな今日。意外と。というわけで、アクセの後、うららとバイバイして、区役所に行って、ワクチン接種証明書の海外用のやつをもらってきて、エステ行って今帰ってきました。割と1日目は結構バタバタだったので、改めてアルティーダウードのアクセをね、ちょっと紹介したいと思います。開封動画。かわいい、見て、このポーチに入ってるみたい。こんな感じで小分けに袋に入れてくれました。で、基本アルティーダウードってオンラインショップでお買い物するんだけど、自分のリングのサイズわからないじゃん。だから店舗に行って試着して、その後にオンラインで買うのが一般なんだけど、その時に店舗に在庫があるんだったらこうやって持って帰れるそうです。私はもうすぐ持って帰りたかったので、1個だけあのね、これは送ってもらいます。でもね、1週間ぐらいで届くって言ってた。まずは、うん、待って、めっちゃ可愛い。やっぱ超可愛い。見て、石のリングは2つ購入しました。紫のちょっと大きいやつとグリーンの色を購入しました。可愛いね、こうやって見ると。これからの時期にめっちゃ良さそう。夏場ってさ、結構アクセジャラ付けしたくない？可愛い。結構種類たくさんあって、自分オリジナルの、こうなんて言うんだろうな、カスタムができるから、それはすごい見ててめちゃくちゃ楽しかった。じゃじゃん、見えるかな。ピンキーリングっていうか、ちょっと華奢なアクセたちを購入しました。こうやってね、関節につけてもめっちゃ可愛いし、重ね使いしてもめっちゃ可愛い。こんな感じでいいよね。こういうさ、細めの華奢なリングってさ、なんか安いところで買うとグニュってさ変形しちゃったりするじゃん。
でもなんかそういうのがないのにいい具合のお手頃な値段で華奢のやつ買えるのはめっちゃ可愛い。可愛い。こうやってじゃら付けしてもいいしね。可愛い。店員さんのお姉さんがこんな感じでおしゃれにつけてて、こういう感じでさ、おしゃれに配置したいじゃん、指に。だからちょっと見本見させてくださいって言ってこれちょっと撮らせてもらった。あとはパール系だね。もうさ、パールのイヤリングピアスめっちゃ可愛くて、見てこんな感じ。こっちが下ちょっと入れてて、こっちは入れないタイプなんだけど、可愛い。これさ、どんなコーディネートにも合わせやすいよね。てかパールってカジュアルでも結婚式とか綺麗めな洋服にでも合わせやすいから超可愛い。もちろん両耳入れるタイプと入れるタイプで合わせてもいいんだけど、あえてちょっとバラバラに選んでみました。かわいい。あともう一個パールはリングを購入しました。じゃじゃん。こんな感じで2つのリングが1つになった感じで、かわいくない？やばいよね、見てるだけで幸せ。かわいい。こんな感じで、うん、最高。最後はね、ネックレスも買ったの。白のなんかビジューっぽいネックレスなんだけど、ここにね石が入ってます。でこのアクセのラインは購入すると1000円海外の方に寄付されるので、そういうさ、なんて言うんだろう、自分じゃなかなか参加しにくいさ、ボランティア活動もこうやってねアクセを買えば参加できるので、そういうのもすごい素敵だなって思いました。ハイネック着ちゃってるからあれだけど、まあ、これはこれでもさ可愛いなって思うし、夏場はやっぱ首とかさタンクトップいっぱい着るから、この首元部分がさちょっとあの寂しげになっちゃうんだけど、これをつけることで一気に華やかになって可愛いよね。このネックレスをね買うと、じゃじゃん、タトゥーシールがもらえました。合わせて好きなところに貼ってくださいって言ってた。可愛い。あー、もうなんか本当に今日も超充実してていい一日だった。明日はね、あさみちゃんと一緒にちょっと展示会巡りに行こうかなと思うので、明日も楽しみです。というわけでおやすみ。ピラティス行ってきました。めっちゃ疲れた。超いい感じ。お姉さんさ、めっちゃみんなさほんわかしてる人なんだけど、ピラティス教えてくれるときはマジでスパルタなんです。いい感じ。というわけでこれからあさみちゃんと一緒に合流してカフェ行って展示会行きたいと思います。やっほー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 。なんか怪しい怪しい怪しい。はじめまして、くーです。くーちゃん、くらです。くーたちゃん、はじめまして。せいこちゃん、はい、やば。くーちゃんはミックス？ミックスだよ。シワプーです。かわいい。男の子？男の子です。にゃー。けど今日花柄着せられてるんです、僕。何ヶ月ですか？4ヶ月です。わー、懐いてる。母デイニーズのマクベスです。おいしそう。わー、うわ最高だね。くーちゃん、あなたそんなところに入ってんのね。ベビシャン、ベビシャン、かわいい。ね、おしゃれなんだけど。これから、から展示会です。イエーイ、楽しみだね。くーちゃんも一緒です。一緒だよ。うーん、ね、ほんとにかわいいよ。くーちゃんはまだワクチン終わってない？終わってるよ。終わったの？もう全部、もう散歩デビューしてます。すごいじゃん。ねえ、ぐーちゃん、コバさんは用事があるのでバイバイしちゃった。お互いあやめのサングラスお揃い。その色なかった。かわいい、それ、うん、これのピンクもあってめっちゃ欲しいの。え、じゃあそれ展示会に行ったってこと？そう、展示会。あ、だからかお店なかったの。行ってきます。ちくちゃん、ちくちゃん、お散歩はいかがですか？何この生き物、やばい。一軒目はプレドナに来ました。マルタ君だって、かわいい。私の大好きなパッド付きのタンクトップ3色ある。めっちゃかわくない？この緑超かわいいんだけど。かわいい。最近は緑とピンクが好き。かわいくない？緑持ってないからこれ買おうかな。
形も綺麗そうじゃない？これ1枚でさらっと着れそう。このさ、ブルーのスウェットも可愛くない？なんか着やすそう。これはすぐ届くらしい。はい、ゆりさんです。こんにちは。本当に YouTube で流してる。はい、ゆりです。クレドナのディレクターをしております。お邪魔します。はい、一押し。え、かわいい。ブラウンシャツです。やっぱストライプが流行るんですか？ちょっとグリーンのストライプで。あ、グリーンだ。そう、よく見えるか。さりげなく同色でうちのロゴが入っております。背中に、はい、合わせやすくて良さそう。バサッと羽織でも、はいはいはい、かわいい。クレドナっぽいですね。はい、クレドナっぽさが満点でございます。めっちゃそれかわいいね、これ。ボリューミーで、ちょっとお鏡合わせてもらって。かわいい。どうぞどうぞ。かわいい。白もかわいい。白、夏は白もですね。かわいいよ。黒もかわいいし、形超かわいい。どっちにしよう。白にしよう。じゃあこの白にします。白で。白決定。かしこまりました。ありがとうございます。このオレンジめっちゃかわいい。やっぱこういうさ、カーキ系は、カーキっていうか、あ、ちょっと暗めのやつかわいい。こういう水着見たら、もう海外旅行めっちゃ行きたくなっちゃうね。超かわいい、これとか。あさみちゃんこのピンクじゃない？私ピンク。で、絶対似合う。これも結構好きなんだけど、これ。かわいい、かわいい。ね、かわいいよね。うん、なんか男気を誘って。ね。これもかわいい、この水色。あ、本当だ、うん。いいね、いいね。スポーティーでいいよね。ね。激かわ。あ、これ絶対漏れるやつ。漏れるやつですか。絶対漏れます。すごい。でもこれサンプルでちょっと薄いんですけど。もうちょい。本当だ。これはなんか組み合わせ自由にできるらしいです。私はこのパーカーとこのタンクトップ着る。で、パンツがピンクにした。可愛くない？茶色とホワイトあるけどピンクにしました。はい、こんな感じで私の2日間の様子を Vlog でお届けさせていただきました。やっぱりいろんな人に会って美味しいもの食べたりとかお出かけするとやっぱりパワーチャージできるので本当にね、充実してよかったなと思います。アルティーダウードとっても可愛いのでぜひね、プレゼントだったりとか自分の頑張ったご褒美などいろいろね、チェックしていただけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。